回ため .com。 ドル円も今155円台の後半今で上がってきていますけれども、基本的にはドル買いを中心にした取引をしているということになると思います。一つだけ心配なことはですね、突然トランプ氏が何かこうそういうことを言うんではないかというリスクはあるということを想定して、トランプ氏がその何も言わないような状況が続くと160円ということが視野に入ってくると。今週もよろしくお願いします。ここのところドル高傾向が続いていますけれども、まあ、その背景については、まあ、一番大きいのはやっぱりトランプ氏が勝利をしたということです。で、ご案内の通りトランプ氏は積極的な財政出動、それから減税を打ち出していますので、まあ、それが実現されれば株高、金利高、ドル高とトリプル高になるということで、そういう方向に今基本的には動いているということです。で、さらに追い風になっていますのは、トランプ大統領だけではなくて、アメリカの上院、下院、両方とも共和党が過半数を占めたということになりまして、これでトランプ氏の進める政策がもう通りやすくなったということで、まあ、それが追い風になっているということであります。それと、FOMC ですけれども、11月に 0.25% の政策金利引き下げを実施したんですけれど、12月の FOMC でもあと 0.25% の引き下げが予定されています。ここまではもうディファクトになっていて、もうマーケットは織り込んでしまっていますから、そこからの変化というふうに見ていくわけでありますが、昨日発表になりましたアメリカの CPI、消費者物価指数ですけれども、年率で 2.6%。予想通りではありましたけど、先月が 2.4% でしたから、まあインフレがまた少し上昇したという状況になっていますので、これに受けて金利が上がってドル高になっていると。いうことでありまして、トランプ大統領の政策、そしてこの FRB の金融政策、どちらを見ても今のところドル高圧力がかかるという状況の中にあるということは言えるというふうに思います。まあそれを受けてドル円も今155円台の後半今で上がってきていますけれども、一つだけ心配なことはですね、トランプ氏はかつてから円安はアメリカの雇用を奪っているということで批判をしていました。大統領選挙に入ってから現在に至るまでこのことについては全く触れておりませんでして、まあ、そういう意味で言うとこれからこの発言って出てくると思うんですね。いつ出てくるかわからないんですけれど、ここのところだけは心配しているので、どちらかといえばわかりやすいユーロでのドル買いっていうのを、まあ、お勧めをしているところであります。つまりユーロドルのショートですね。これ 1.04 台ぐらいまでは十分あるんじゃないかなと思っているところです。で、まあその背景にあるのはやっぱりドイツの景気があまり良くないということと、まあアメリカが関税をかけた時にやっぱりヨーロッパにもちょっとマイナスの影響が出るんではないかというようなことも懸念されているので、ユーロドルでのユーロ売り、ドル買いっていうのが今一番安定感があるんじゃないかなと思います。もちろんドル円も基本的にはドル高方向に向かうと思うんですけれど、突然トランプ氏が何かこうそういうことを言うんではないかというリスクはあるということを想定してコントロールしていく必要があるんじゃないかなと思っているところです。まあクロス円もあんまり動かなくなってきているのはやっぱりドル相場になっているということでありますから、基本的にはドル買いを中心にした取引をしていくということになると思います。155円ぐらいが私はちょっと上値の目処としていましたが、突き抜けてしまいましたので、もう実はあまりチャートポイントがありませんでして、また160円っていうのが、トランプ氏がそんなにも言わないような状況が続くと、160円っていうことが視野に入ってくるという状況に今入ってきているということだと思いますから、まあそういうことを念頭においてトレードをやっていきたいと思います。最後にお知らせとなります。ガイタメ .com では現在特別キャンペーンを実施しております。特別キャンペーン専用のリンクを YouTube の概要欄に用意しています。こちらキャンペーンにエントリーが必要となりますので、詳細はぜひリンク先よりご確認ください。